フディ20リング構成図スペース用のデュアルアタッチフディ、ボードファイバー、ディストリビューテッドデータインターフェースは、ラ a でデータ転送を行うための標準の一つである。データ帳は4500億テット、最大ネットワーク帳は 200km、最大ノード間距離は 2000m、最大接続端末は500台である。フディプロトコルはトークンリングプロトコルをベースとして採用している。 広大な地理的な地域をカバーすることに加えて、フディによるンは何千人ものユーザーをサポートすることができる。標準的な構成として、光ファイバーが使用される。フディは二重リング構成になっており、トークンリング方式を使用する。フディは、アンシー、米国企画協会の X3TQ がある時になって標準化された。他のプロトコルを使用するンの OSI。 参照モデルに従う。筆2は筆の一種で交換機のサービスをネットワークに加え、音声や映像などマルチメディアを扱うことができる。筆ネットワークと広がりつつあるシンクロナスオプチカルネットワークソネットとの接続が始まった。筆ネットワークは二重リング構成になっており、一時リングが故障した場合にバックアップを行うための二次リングを持つ。一時リングは 最大 100Mbps の伝送速度を提供する。また、ネットワークが二次リングをバックアップとして、必要としないときは、二次リングでデータを伝送して、伝送速度を 200Mbps に広げることができる。単一のリングは、最大距離を広げることができる。二重リングは 100km まで広がることができる。フディは、標準的な 100Mbps のイーサネットより、 大きな最大フレームサイズを持ち、スループットを良くすることができる。フディネットワークを設計する場合、通常は複数のフディリングが階層的に接続された構造にする。フディリング同士はいくつかの機器で接続される。コンピューターはルータや抽選装置にシングルアタッチで接続される。最も単純な構造のフディリングは機器が1個の場合である。 一般には、コンピューター室程度の広さで、筆ネットワークが構成されるが、都市内ネットワークのような広域、筆が実現した例もある。リング構成の場合、データ回線は接続された機器すべてを必ず通過し、かつそれらの機器すべてが常時運用されていなければ、ならないため、筆は複数のリングによる階層構成が必要とされる。 ネットワーク管理者による制御が難しいワークステーションやミニコンピュータは不利接続向きではない。デュアルアタッチの代わりにワークステーションをデュアルホームとしデュアルアタッチと同程度の信頼性を得ることもできる。片方の接続が有効な場合、もう片方の接続は自動的にブロックされる。最初にコネクションが失敗した場合には、 バックアップ用の接続が瞬時に引き継ぐ。主に校内イーサネットの相互接続に用いられてきたが、速度、費用、汎用性から、ファーストイーサネットやギガビットイーサネットが普及し、フディは用いられなくなってきた。現在では、ベンダーもフディから撤退し、利用は終焉しつつある。4つのフディ標準には次のものが含まれる。出典 フェデラルスタンダード 1037C 及び http コロンスラッシュスラッシュ www.foldoc.org から許可を得て使用。電気通信事業者がフディを使った商用サービスを行った例も少数ながら存在する。日本では1998年に東京電力系の東京通信ネットワークがフディ専用サービスの名称でフディによる 専用線サービスの提供を開始した。ただし、フリというプロトコルの制約から接続できる距離の制限が厳しかった、標準の契約はシングルホーム構成となっていたためデュアルホーム構成を取るには2回線分の契約が必要だったなど、いろいろ制約が大きいサービスであったことに加え、 2000年代に入ると広域イーサネットサービスの価格が急速に低下し価格競争力を失ったことなどからサービスとしてはあまり普及しなかった。パワードコムが KDDI に吸収合併された後も KDDI によりサービスが提供されていたが2007年頃にサービスの提供が終了したものとみられる。ありがとうございます。